どうも、北海道トラベラースヌスムムリクです。前回は手つかずの根室の穴場スポット春国隊を散策しました。ここでしか見られない風景でした。さて、今回はマイナー灯台、そして日本本土最東端の納沙布岬灯台、私が根室で一押しする花咲灯台へと行きます。灯台のふもとで大迫力の波が襲ってきます。ぜひ最後までご覧ください。そしてやってきたのはノッカマップ灯台。根室の市街地と納沙布岬のちょうど中間に位置します。私も前日ぐらいにたまたま地図で見つけたというね、ほんとマイナーな灯台です。オーロラタワーが見えてきました。これが納沙布岬の目印です。このうっすら見えている平べったいのが水晶島ですね。あまり詳しくないのでわかりませんが、ヒメウのようです。めちゃくちゃ荒れてますね。私のチャンネルを前からご覧いただいている方はわかるかもしれませんが、この後に行く場所が非常に楽しみです。それでは北海道、そして日本本土最東端に到着です。この旅で北海道最南端の白神岬、最も危険な岬だった最西端大花岬、そして最高の朝日が見られた最北端宗谷岬、そしてこの最東端納沙布岬を制覇しました。
ちょっとここだけあいにくの空模様でしたが、逆に他の3つの天気は奇跡的でしたね。感慨深いものがあります。気持ちよさそうに飛んでいますね。私こういうのずっと見ていられるんですよね。当然元旦には日本で一番早い初日の出が見られます。私は人が多いところよりも誰もいないところで見たい派なので来ませんけれども。ということで次に向かったのはここ、以前も動画で紹介した根室の一押しおすすめスポットです。いい感じで日も出てきましたよ。そしてどんどん下へと降りていきます。いやもうやばい、あの納沙布岬行った時から分かってはいたけど、すごい、わわわ、これついこの間放送されていたゴールデンカムイにも登場してきましたね。やばい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 、いや今日一番やべえな、うわ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 、ついで、ずっと見ていられる、ここは何度も来てるし、以前の動画でも紹介したので、ほんの少しだけ立ち寄ってすぐに帰ろうと思ってたんですが、これを目の当たりにしたら全然立ち去ることができませんでしたね。これは遊園地のアトラクションのよりはよっぽど楽しい。
さあ、次回は車で行けない灯台まで歩いていきます。今にも壊れそうな木道、そして着いた先の絶景、そしてガッキーも愛したかどうかは分かりませんが絶景の岬、そして絶好のロケーションの温泉です。ぜひお楽しみに。うわ、来たー。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイビー。